ちらのエンガルロックバレースキー場さん、サマーゲレンデではレンタルスキーもご用意いただいているということで、小笠さんですね、今履いてるんですけれど、でなんとこちらのスキーはサマーゲレンデ仕様になっているということで、あ、去年ご覧いただけますか、ステンレス輝いてますね、すごいね。やっぱり通常のスキーだとちょっとこう滑走性が良くないということで、うんうん、今回はねワックスとかね使わせてもらってるんで、うん、少し滑ってますけれど、素材的にはこういうこうステンレスの方がよりこう滑走性よく楽しめるんじゃないかということでレンタルスキーご用意あります。でただ数がねやっぱりこう初年度ということもあってちょっとこう限りがあるようなので、スキー場様にですねその状況っていうのは随時お問い合わせいただいた方がお間違いないんじゃないかなと思います。で、冬用のスキーをサマーゲレンデにご使用いただく方はもうサマーゲレンデに下ろすと冬用には戻せないというふうに思っていただいていいと思うので、サマーゲレンデ用っていうスキーをご自身の中で、まあ、古くてね使わなくなったスキーとかをご用意いただけた方がいいんじゃないかなと思います。で、僕の感覚としては冬よりもなんていうんだろうな、こう雪質じゃないんだけどタッチがちょっとやっぱりハードであるので、あんまりなんか初心者用のスキーとかをサマーゲレンデに下ろすとちょっと負けちゃう感じが、うん、するんですよね。なので、持ってるスキーの中で、まあ、競技用とかじゃなくてもいいんですけれど、持ってるスキーの中でどれにしたらいいんだろうなって迷ってる方は少しこうエキスパート用スキーにしていただいた方がプレートとかもね多分しっかりしてた方が誤解法もないでしょうし、安心してお使いいただけるんじゃないかなと思います。で今回はちょっと試しにスキー場レビューということもありますので、こちらのサマーゲレンデで1本滑ってみたいと思います。はい、行きます。はい。で俺のスキーよりちゃんとエッチ立ってるからかかってさ、うんうんうん、調子乗ってなんかシューとかってでも上の方滑走性良かったんじゃない？いやかなり良かったと思いますよ。さっきに比べてもね、うん、僕直滑降しかしてないですよ。そうだよね、ちょっと怖かったです。いやいいわ、いい、やっぱり違うね。そうですね、違うね、なんか、うん、安心して滑れるし、うん、最初の直滑降の段階で、うん、スピード感違うなって思った、うん、なるほどね。いやこれでもさオープン前に試させていただいてるのすごいありがたいね。一般の方々もさ、ね、分からないと思うから、うん、特に北海道の方は、うん、いやこういうスキーもあるのでぜひご興味のある方はスキー場にお問い合わせいただければと思います。はい、はい、ということで滑り終えたんですけれど、はい、よかったですね。いやめちゃくちゃいいですよ、もうスキー雑じゃない人のチャンネルだと思ってる。いやいやいや、もうスキーです本当に。いやでも本当にね滑ってる時にいろいろな情報はもうお伝えさせていただきましたが、ぜひですね皆さんにおすすめできる施設がやっとできたなということで、うん、まあ、今回ね3つのことが分かった。お、うん、まずねサマーゲレンではオフトレーニングにいい、はい、でもう一つはね足当たるちょっとあったかいから当たった ブーツね。いや当たる、だからちゃんとチューンアップしてきた方がいい。オフシーズンだから油断してる方多いと思うんで当たる。で3つ目はやっぱね好き好きだなっていうことです。あ、ね、この3つをね、はい、ぜひ皆さん心に誓って遊びに来ていただければ。好きだって言ってたけどおかわり言ったの俺だからいやそれはだって君はもうだって大会出てるからあそういうこと、僕はもう皆さんのために、はい、皆さんのために来たんで。そうですね、ということで、はい、まあ、菅川スキースピリットにも菅川さんなりの視点で、はい、この施設のレビュー上がってますのでぜひですね参考にしてみていただければと思います。ということで皆さん本日もありがとうございました。お疲れ様でした。帰ります。
いい気分だわ。気持ちいいね。気持ちいい。なんか夏にスキーってちょっと変な感じもするけど、北海道は、うん、ね、いやそうなんだよね、うん、いやほんと一緒だね、滑走感覚は、うん、似てます。いやそうだよね、うん、いやなんかさ、その違うところ探せばさ、まあね、まあそれは出てきちゃうけどさ、うんうんうん、同じ道具入って斜面下ってるって以上はさ、やっぱ似たような動きとか自分の癖とか出るよね。出る出る出る。そう、なんかポジティブに捉えれてる人の方がいいこうトレーニングができそうだよね。そうですね、うん、まあ、もう早速今、あーもう出たわ自分の、あーいやわかる、あの嫌なとこじゃないんだけど、あこれやったわまたみたいな、うん、切り替えの動作。なんかでもさ、こうハイシーズンとかになると、うん、結構やっぱ自分のやってる動きがそのちょっとこう誇張されるっていうか大げさになっちゃったりとか、うんうん、あと左右差出てきたりとかさ、うんうん、なんか自分の滑りになってっちゃったりとか、うん、せっかく新しい滑りしてんのに、うんうん、とかあるけどさ、これ多分ずっと滑ってると疲れるからさ、うん、なんか途中で少しなんか体幹とかじゃないけどさ、少しこう陸トレ挟みながらできたらいい、ね、良さそうだけどね、うん、夏はね焦らずそういうことできるよね。そうそう、じっくりさ陸上でまず一回動き確認してから滑ってみるとかね、うん、なんかわかんないけどサマーゲレンデだーって思ってこうわーっとテンション上がってやっちゃうとさ、うんうん、ここ冬場のシャドウにするとそんなにないじゃん、うん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 、だからここでさガチッとかあんまりさ、うん、そうだね、固めすぎて滑るより、ね、なんかいろいろね、うん、テーマ持って取り組んだ方が練習ね、うん、バーンは限りなく安定してるからね。ね、そう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 、うん、やっぱこういうのって新しいうち結構いいと思うんだよね。そうだね、うん、そうだ。スノーボーダーの方も何人か ね、 いいじゃん。ですね、にぎわいますように。はい、ロケーションは最高ですから、うん、北海道って感じ。じゃあ行きましょう。はい、皆さんこんにちは、吉田雅宏です、1月のエムズスキーサロンネクストのテーマはいよいよ本格的な動きを一つ一つ確認していきましょうというところで展開させていただいております。今日はエムズスキーサロンネクストのメンバーの皆さんと野沢温泉スキー場でご一緒させていただいております。すごいねじゃあよろしくお願いします、今回もですねレッスン動画を送っていただいて本当にありがとうございます、ちょっとですね理論的なお話をしているようなスタジオで撮ったりとか